勘違い、毒違い、毒を制するのは毒である平成5年3月の朝日新聞に中国とギリシャの一致大発見と見出しがありました当時北里研究所東洋医学総合研究所所長であった高大塚康夫氏の取材記事でした中国紀元前に書かれた漁師春秋を調べていたらよろずま娘れふころせ金不殺というのがあった スミレとはトリカブトの字です。ではよろずは東大の図書館で調べたところサソリの象形文字であることが分かりました古代ギリシャの文献でトリカブトとサソリの毒が消し合うことを知っていました大発見したと叫んでしまいました中国でも同じことがすでに当時から知られていたのです紀元前交易のない 医療文化で、どうして同じことが知られていたのかしかも、サソリに刺された人に、トリカブトの毒を使う。どうやって試したのか経験値というにはカい。まさに、大発見としか言いようがない。今日、拮抗する毒性物質同士は、解毒剤になり得ることが、科学的にわかっています。例えば、 朝鮮朝顔に含まれるアトロピンという強い毒性物質はある毒キノコの成分ムスカリンによって互いの毒を打ち消し合うまさに毒をもって毒を制すですねまた毒はとても魅力的な物質でもあるフグは食いたし命はおししフグの肉はおいしい釣ってきたフグを危険と知っているにもかかわらず 自分で調理して食べる人は案外多い。日本では10年間でフグの食中毒がおよそ500人、そのうち死亡してしまう人は1割弱と言います。フグを別名鉄砲と呼ぶのは当たると死ぬからだそうです。フグ毒のテトロドトキシンはフグ自体が作るのではありません。完全に無毒の状態にした養殖池で育てたフグには、 毒がないのですではテトロドトキシンはどこから来るのかそれは海洋性細菌のビブリオカ類などが持つテトロドトキシンが食物連鎖によってフグの餌となるエビやカニ誤解に移りそれらを食べるフグの肝臓や卵巣に蓄積すると言われています食欲旺盛なフグほど毒を貯める力が高いかも強いフグほど毒も強い また、フグ毒はフェロモン様物質にもなっているらしく、たくさん毒を持つメスのフグほど、オスを引き寄せるのも強力であるようです。人間の世界でも、美しい花にはトゲがあると言います。際立つ異性の美しさには、毒並みの注意を要すということかもしれません。毒が魅力的であることは、習慣性を持つ毒物の多さでもわかります。 端的に言うと、麻薬やタあるいはバコやお酒が代表されます。タバコやお酒が法律で20歳以上の者のに摂取が限られているのは人体に害を及ぼす危険性があるからです。麻薬は使用になれると精神も肉体も崩壊していくにもかかわらず自分の意思でやめることができないぐらいに依存してしまう。その点野生の動物は。 事故という意味での中毒はあっても常用という意味での中毒がない私たち人間だけが魅力的な毒に対して願望がありまた依存してしまうようですピーマンが嫌いで食べたがらない子供がいますナス科の植物には有毒なアルカロイドを含むものが多く子供が食べたがらない理由はそれは簡単な話毒入りだからです 子供は何が危ないかをちゃんと知っている好き嫌いしないで食べなさいという親の方が実は間違っているのですただしこの場合はですがからしやわさびセロリが苦手という人はたくさんいます生ものの妻にするような食材の防腐効果はほとんど有毒成分によるものです子供の頃香辛料やコーヒーがダメで お父さんの飲むビールを見て大人はどうしてこんなに苦いのを飲むのだろうと思った記憶ありませんか年をとるごとに体は毒されてゆく大人になるということはある意味で毒にこなれてくることさらされどうしても増える毒に対して対処するためにまた別の毒を求めるようになる立派な大人とは毒々しい人のこととは言い過ぎでしょうか